バラロは、イタリア共和国ピエモンテ州、ベルチェリ県にある人口約7100人の基礎自治体。15世紀に作られた宗教施設、バラドのサクロモンテは、ユネスコの世界遺産に登録されている。2018年1月1日に、隣接していたコムーネソッピアを編入した。バルセージアにあることから、バラドセージアの名でも呼ばれる。古くは、バラーデと呼ばれた。 ベルチェッリ県外略図バラロの市街はマスタローネ川によって旧バラロと新バラロとに二分されている工業と観光が盛ん。町はバラロのサクロモンテを要し、毎年多数の観光客が訪れる。コムーネには以下の分離集落がある。広域行政組織である山岳部共同体、バルセージア山岳部共同体を構成するコムーネの一つで、 事務所が所在する。肥満対策2007年、一定の減量を実現した町民に賞金を与える、制度を開始した。ありがとうございます。